血がつながってないと気づいたのはずっと前、不思議なほど驚かなかった。明かりの消えた部屋で子供心に思った、知らないふりしなくちゃいけない、今まで育ててくれた二人を傷つけてはいけないの。パパとママと私とどこかにいる、もう一人の人のために祈りたい。人は優しさだけでつながってる、他にどんな絆さえもいらないの。私ずっとずっと何があってもあなたたちのそばにいる。それでの写真、それが何より愛の証ね。他人は私たちを理想の家族と呼ぶわ、それは決して間違っていない。時には何